MS-DOS エディターは CUI ベースのテキストエディターで MS-DOS バージョン5以降および32ビット版 Windows に付属する。旧来の標準エディターであったエドリンの後継にあたる。MS-DOS6.22 までは区ベシックのエディタモードとして動作していたが DOS7 で区ベシックが外されたことにより MS-DOS エディターは単体のプログラムになった。MS-DOS エディターは Windows 9X 上のメモ帳の簡易版として使われることがある。編集できるファイルサイズは65,279行及び約5メガバイトに制限されている。MS DOS 版ではコンベンショナルメモリの空きサイズによるがおよそ300キロバイトに制限されている。Windows 上ではファイル名を指定して実行ダイアログやコマンドラインインターフェースに エディットと入力することで使うことができる。エディットは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8の3 2ビット版にも付属している。1 6ビット DOS アプリケーションであるため、仮想 DOS マシンをサポートしていない6 4ビット版、Windows では直接実行することはできない。エディットバージョン1.0は MS DOS および PC DOS 5.00, OS 2。 Windows NT 4.0に付属する。これらはクベーシック1.0で動いていた。このバージョンは DOS のメモリの制約を受けて一度に一つのファイルしか開けない。またクイックヘルプを除いて Window の分割はできない。エディットバージョン1.1は MS DOS 6.0に付属する。エディタとしての新機能はなく MS DOS 6.0のヘルプの表示に。 クベーシック1.1が使われていることが主な違いである。PC DOS6 にはエディットコマンドは付属せず、代わりに E エディターが付属した。これは PC DOS7 でマウスとメニューをサポートした。エディットバージョン2.0は Windows 95に付属し、Windows 2000以降にも付属している。クベーシックを使用せず、単体のプログラムになった。MS エディターは、 テキストユーザーインターフェースを採用し、色設定はカスタマイズできる。バージョン2.0では最大9つのファイルまでを同時に編集でき、マルチドキュメントインターフェースを搭載している。画面は垂直に分割可能。ファイルをバイナリモードで開くこともでき、1行あたりの表示文字数が固定で16進数の文字で表示される。クベーシックが日本語をサポートしていないため、 IBM DOS J5.0V および MS DOS 5.0V のエディットコマンドは英語モードしかサポートしていない。マイクロソフト版の MS DOS 6.2V では日本語モードに対応したエディットコマンドが単体で付属した。その後の Windows 9X 系には MS DOS エディターの日本語対応版が付属するが Windows NT 系には英語版のみが付属し日本語処理に対応していない。 また、Windows Vis t a 以降では仮想ドスマシン自体が日本語処理をサポートしていない。ちなみに PC、PC-9800 シリーズ用の MS d o s では日本電機が独自にセデートというスクリーンエディタを V33D 以降で提供していた。こちらは当然ながら日本語をサポートしている。NEC 版の MS d DOS 六6.2では名称こそセデートだが中身は マイフズのサブセット、ミニフェスをベースにしたものに変更されている。ありがとうございます。